六甲山頂駅まで約12分かかります。高低差で 450m、 走行距離で 2760m あります。六甲山頂駅まで皆さんご案内でございます。はい、これで西村湖、後ろの方をご覧くださいね。高度がどんどん上がっていきます。手前の方、成馬温泉から遠くの方は三ヶ島へ行ってみる。この後、尿投入によって開発され、神経痛、筋肉痛、関節痛に、これでは一番深い谷まで140mもございます。皆様、空中散歩のご気分はいかがでございましたか？またのお越しをお待ちいたします。ありがとうございました。景色が違う。